はい。えっ、ー、と、ブラッシュアップコースの、えー、PBLL の参加者の皆さん、こんにちは。はい。えっ、ー、と、このビデオでは、えっ、ー、と、先週の金曜日に決めたことと、それから、えー、プロジェクトベーストラーニングの、えー、背景にある高校シラバスという考え方、それから、今週金曜日の12月18日に、えー、決めなければいけないことを話したいと思います。はい。えー、まずですね、あの、先週の金曜日に決まったことは、えー 交流会は花金形式でやりましょうということになりました。えー、これが皆さんの投票の結果ですね。はい。で、花金、えー、形式だと、あのトピックが、あの、50個ぐらいね、作ることができます。で、えー、来週の、あのあ、すみません、今週の金曜日にそれを最後に決めたいと思いますので、えー、まだ50個ないので、あの50、少なくとも50個までは皆さんが、あの、 提案することができます。提案したい人は、この QR コードから、あの、うん、Google ドキュメントを開いて、そこに書いてみてください。はい。えー、それからですね、えー、今回は、あの、一人、あのー、個人面談で質問されたことから、ちょっとこの説明が必要だなと思いました。えー、で、この、あのー、プロジェクトベースランドエイジラーニング PBLL は、あの、 高校シラバスと言われているえ考え方の一つです。えー、で、あのた、高校シラバスの反対は、えー、先行シラバスですね。で、例えばですね、あの、みんなの日本語とか丸ごととかは、これは先行シラバスです。で、何を教えるかを決めてからあの授業をするわけですね。 だけど、高校シラバスというのは、授業の前に、どんな言葉とか、どんな文法を教えるか、どんな漢字を教えるか、そういうことは決まっていません。で、授業をした後で、そこに出てきた言葉が、あの、シラバスになるわけですね。で、プロジェクトベースラングウェージラーニングでも同じように、こういう言葉を勉強し,てしたいと思ってプロジェクトをやるわけではなくて、プロジェクトをやる上で、いろんなコミュニケーションをします。 で、そのコミュニケーションで必要な言葉を勉強していくという考え方です。これが高校シラバスですね。で、えー、あの、PBLL の他に、この、えー、っと、前の言語、あの、外国語の学習方法の、えー、ブラッシュアップコースで勉強した、そのコンテンツベースラングウェイジラーニングも、この典型的な高校シラバスです。これは例えばアニメ型の勉強方法が好きな人とかもそうですね。あと、多読をする人も、えー この高校シラバスで、勉強をしていることになります。え、それからサービスラーニングというのがあります。これは、例えば、あの、えっ、ー、と、海岸でゴミ拾いをしたりとかですね。そういうのを、あの、みんなでやる。えーそ、そういう活動の中で、いろいろなコミュニケーションをして、そして日本語を勉強する。まあ、日本語に限らず、いろいろなことを勉強するというのがサービスラーニングですね。はい。で、それから、あの、コミュニティランゲージラーニング。 CLL と言われることもありますが、これも、あの、これもとても面白い勉強方法です。ので、興味がある人はこれですね。あの、リンクになっていますから、リンクの先を開いてみてください。はい。これも、あの、典型的な高校シラバスのやり方の一つです。はい。えー、先行シラバスしかやったことがない人は、この高校シラバスについて最初は不安に思うと思いますが、これもとても伝統のある 勉強の方法ですから、えー、心配しないでいいと思います。はい。えー、それでは最後に、あの、12月18日、今週金曜日のズームで決めることですけど、えー、これは皆さんの、あの、学習者を何人招待することができるかですね。それを決めなければいけません。このオンライン交流会には全部で500人参加することができます。で、もう私たちだけで30人いますから、招待できるのは470人までですね。で、 インド人と日本人を半分ずつにすると、インド人は235人招待できます。で、皆さんの,あの、皆さんは自分の学習者を何人ぐらい、えー、招待できそうですか、えー、もし235人より多いときは、ちょっとそれを少なくしなければいけません。その方法を考えましょう。そして235人より少ないときはどうしますか例えば、もっと他のインド人を呼ぶようにしますかそれともあの、その少ないままでいいですか そういうことを話し合いたいと思います。それから、えー、オンライン交流会のタイトルですね。これもこの後で、えっ、ー、と、アンケートを送りますから、そのアンケートをあの、に、えー、提案してみてください。はい、以上です。さよなら。